なさい。寿司ください。おりちゃんください。可愛いのかな。みんな。なんかさめっちゃ可愛いね。ピンクいの。可愛いよ。違うよ。画面が。ああそうそうピンクにしてる。それもそれにしたいよ。それではメイク直しに行くのでこやちゃんにピンクフィルター教えてもらうよ。13位から1位この店さんは好きなやばいやん。昭和初期やん。衣装マスオさんありがとうございます。なんかなお疲れ様。お疲れ様。どうしたんだ。みんなそんなんちゃうやん。みゆさんおめでとう。やばい。何歳。みゆさんキバミ界隈キバミ界隈めっちゃおもろいね。やったやった。ねえ、こよちゃんのヒルさん可愛い。これ何か分からへんねんけど。これ何か分からへんねんけど。どれ？待ってや。北海道。北海道。北海道ってやつある。これこれこれか。これを半分ぐらいにしたらいい。なんかすごいさ、色合わせたい。なんでそんなこよちゃん可愛いの？ピンク。あ、画面が明るいかもな。元々の iPhone の画面が。やっほー。なんかすごくなりました。超マジ今日寿司カメラそんな私らのってんの。なんでみんなの配信したらいいやん。待って今日寿司ねんけどマジ嬉しい。すごいスマホバリ嬉しい。バリ幸せ。こんにちは。さよすら連番の人です。あ、え、昨日さ昨日ほうちゃんと寿司食べたよな。さよすら連番嬉しいな。さよすら好きな人がね増えてくれて本当に嬉しい。おとついかそれマジでねめっちゃ仲良しなんで。夜公演ははい。西田桃子先生が味噌がギフト。キバミ界隈やばい。よろしくお願いします。味噌がギフト読むとこ見ててやばい。味噌がギフト読むとこ見てて。ホノピーのいいとこ一世内股一世やばい。言って言ってやあれでマー君大阪丸さん山手線ゲームでごめんなさい。私はメイクに行きます。山手線ゲームで私のいいとこ言っていい？いいよ。いいよ。じゃあ一回だけ参加するわ。うん。せーの。いいところ言いたいゲーム。イエーイ。お互いがね、48グループ入る前からの友達です。頭がいい。かわいい。内股。きれい。きれい。はい、出て。待って、ちょいこぼした。ポーチのいいとこやろ。ちょいこぼした。前髪が分厚い。防御力が高そう。きれい。きれい。確かに。サイドポニーが可愛い。リップの色似合ってる。財布ないなくした時に出してくれた。じゃあ行きます。言ったよ、こよた言った聞こえた聞こえたよ、なんか財布なくした時に買ってくれた。なんなんそれ。当ててくれてミソラをね選んでくれて、さよなら。バイバイリオピ界隈。リオバイバイ。リオピ界隈また明日。なんでやねん。また明日はやばいやろ。ステージで会おう。こっち寂しい。じゃあこっち来てよ。来週は昼さゆさゆ夜さゆさゆ空やばい。行きましょう。さゆさゆ空やばい。さゆさゆ空レモン。たりおっちゃん見つけれそうや。CC レモン。そんな人あかんて。CC レモン。いただきまーす。サーモン大好き。キングキャメロンさん。リュウさん、これなんやろ。アメちゃん。やばい。これアメちゃんかな。待って待って待って。ありがとう。またインスタライブがなくなってるって。おーいいってもう。またインスタライブしてる。は？え、まだインスタライブやってる。あー、もう携帯変えなさいよ。やばくない？マジでインスタライブの連絡やねんけど。え、なんで横にしたら。いつの間にインフルエンサーになったわけ。縦にしてます。はい、横にします。無理や。もうインスタライブでいい。やばいってもういないやって。マッチさん。ハートありがとう。昼公演ありがとうね。ボスターありがとう。ザンさん、ね、今日お寿司でめっちゃ嬉しい。ハートのねえねえ、なんか交換するのとかある？え、タコくれたら何でもあげる。でも残りのラインナップがもうない。そう、最悪やろ。ね、なんでガリあんの？あ、サビはついてた。え、めっちゃいいやん。ガリ俺とリオペ選ばれし人間やったからガリ入ってた。あ、コウタンこれあるよ。え、俺チームある、それ。え、だからね、ガリって言ったもらって、服はプッチー。この間日野氏に倒した。あ、人間バンバン。あ、じゃあ、妖怪ウォッチ？うん。うん。うん。興奮二回目。誕生日もいないでですか、学が。不中号？不中号だ。不中号。
またもう1個目のサーモン、これはゆまちゃんとマグロとサーモン交換しました。ほんまやばい、結局マジでやばいよな。なんかしかもさ、綺麗に収まってるのがやばい。あ、綺麗に私の肩幅に調節されてるぐらいさ。マジでインスタライブでやばい。今画角がインスタライブの画角になって、またなんかさ、このね、寿司屋さんのタコが好き。他の寿司屋はいいけど、なんか私さ、このいつもお弁当出てるタコが好き。美味しいよね。うん、誕生日。ねまちゃん、キングカメラさん、ハートと本当にありがとうございます。次はハマチを食べます。なんか早生まれやからさ、年齢聞かれた時にさ、もう19歳でずっといたからさ。タコ頭でも大丈夫ですか？ゲソの方が嬉しい。あんまり19歳の。マッチさん、なるまりがとう。元から言ってたから早生まれやから。めんどくさいから。18歳、高校生なって言われる、うん、19歳ですって言ってたから19歳にだ、それは美味しい、うん、流行ってるの。キングキャメロンさん、キッペイさん、ハートとアメちゃんなのかな、わかんないけど、ありがとう。タコあげるので愛ください。はい、タコちょうだい。ゲソゲソゲソちょうだい。はい、愛あげる。ゲソ来たよ、ゲソ来た。ゲソ届いたよ。ゲソ、ありがとう。だから愛あげます。ゲソください。ゲソください。ゲソください。タコください。いただきます。画角間違えた。ゲソください。可愛いと美人どっちが好き？日によらん。今日は美人になりたい人、今日は可愛いになりたいみたいな。これはいつでも天下上等って言われたら嬉しい。俺は唯一無二って言われた。よっ、海賊王って言われた。じゃあ俺は天上天下ゆいがね、海洋圏。ほんまにタコくれてる。ほんまにタコくれた。ありがとう、届いたよ。開かない。寿司ください。開けて、ちょっと待って。ミスラが一度コンビニ行ってから食べに行ってたラーメン、どこやろ。ミスラいろんなラーメン送ったよね。レトリボンボンやから。あそこか、トリパイタンのとこ。美味しかったよ。めっちゃタコくれてる。ありがとう。寿司ください。愛を返します。てんちゃん、さっき美味しいよね、タコ。肝の姫、肝の姫。美味しいんだ、さタコ。後でいいですか？はい、写真の前に。わかりました。OK です。ちがしげさん、これ開けてください。お願いします。わかるの？うん、開けられない。あとタコ1個とマグロ食べたら終わります。いや、振ってない。そんなドッキリしない。そんなカメラ回ってんのにドッキリしませんよ。そういうことせえへん。はい、ありがとうございます。フラチカシゲさんでもそれは幸せな。夜とかフラチカシゲさん疑ってる人のこと多分されたことある。かわいい。松葉行った。松葉行ったことない。あみたん、なんでカップルの時選んでくれへんかったんかな、こよたんのこと。いや、選ぼうと思ったけど、まあミソラはユキノンが本命ですけど、まあ私もてんちゃんでよかったんです。ゆきのんが本命やけどね。私はてんちゃんです。何？俺のことは2番って言いたいの？うん、タコいいや。大変よ。うん、一瞬間から、わさびつけた。ラッシュの私が大好きなバスの。あ、ちょっとする。ありがとう。ちょっとする。マジでさ、私ラッシュ大好きやもん。お風呂大好きやもん。ちょっとするよ。マジ、前使ったら3分。マジ嬉しいわ。あみもツンとした。さっきからは私が大丈夫メイクポーチがなくて、ジップロックにツンとする。ジップロックに化粧道具入れてたら、さっきがポーチあげるねって。アイシャドウいい感じやろ今日。うん、おもろ。さっきがくれて、テンナもなんでこれ買ったん？くれました。めっちゃ可愛いやつ、飲みたかったから。ありがとう、みんな。じゃあバイバイ。うん、みんなありがとう。大好き。これこれね、みんなありがとう。ダバデュバダバダバドゥビドゥバダバデュバ。
タバタバ。やっぱお腹出して。妖怪体操第二。ふわふわ明太ふらふら麺粉。妖怪ふらふらなんかちょうだい。よう出る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 よう書いてるけん出られんけん。今日俺れ。口笛はなって。スマホ決済できるようになってた。やばい。ミソラの時無理やったのに。おはようございます。おはようございます。え、ひげ剃ったんですか。え、ひげ剃ったんですか。おはようございます。嘘やん。え？この前のリハから剃ってますけど。え？嘘。ひげあると思ってた。ショックやわ。ごめんなさい。ヒゲ剃ってた。え？マジで気づいた。なんかヒゲあると思ってたよな。あ、そっか。え、ヒゲ剃ってはった？この間のリハで。うん。覚えてない。もうなかった。マジで？言ってや。顔がいかつかったからかな。ヒゲが見えたんよね。俺そろそろ終わりたいと思います。おとわ、おとわ。そうや。あきら先生、おとわやったからヒゲに見えたんか。ランキングってどこで読む？オットワークはミソラは。よランキング読みます。ありがとうございます。ミソラは世界の嫁やからな。そうなん。国民的嫁。そう。ありがとうございます。みんなに結婚申し込まれるから。ゆうたさんありがとうございます。これ全部断ってるよ。元からみんなの嫁ね。ミソラ。これだ全部断ってる。ミソラもいつもお気持ちだけです。アナゴ。まあね。そろそろ。みんなとゆかたん重厚をする方法でも考えておきます。かわいい、ありがとう。というわけで、ショックのピーさんとありがとうございます。重厚の方法考えとくね。なんなん重厚って。え、稼いでたきさん、ありがとうございます。ミソラはもうすでにユキノと結婚してるからさ。4位、重婚しなきゃ。考えとくね、重婚の方法。あ、やめちゃう。クマありがとう。すごいこれ。久々にクマやったかも。はい、マーゴーさん、ハートのなんかめっちゃみたいなやつありがとうございます。これうなぎ。ゆきのん最近ミソラさんかかって、いやもうでも最近はもうゆきのんとガチで両思いです。さすがにめっちゃ両思いです。ミノッタはやっぱ片思いもね、追いかけ続ければ叶うんだよ。みんなモガハルも頑張ってから。ありがとうございます。マッチさん、さよなら、また会いましょう。バイバイ。ありがとうございました。お祝いいっぱいしてくれて。ありがとうございます。バイバーイ。そろそろバッチ終わらな。カルちゃん。告白 MC 笑ってたよ。面白かった。ありがとう。ミスラは泣いてました。振られたので。さん、ハートもありがとう。さつきさん。振られましたわ。ゆうみちゃん、金魚とハート。やまちゃん、ハート。ゆうさん、ハート。ありがとうございます。ゆうこやま、タイヤロー。これ、ハートの何って言うの？ハートの、なんか、俺たちがありがとう。もうちょっとでごちそうさまなる。この間のヒゲの方が好きやったな。ヒゲの方がミソラ好きやったな。ヒゲ似合ってたくない。オタン剃ってほしい。好み押し付けない。ありがとう。別にだからってヒゲが好きってわけじゃないよ。うん、あ、そうなの。人による人による。人によりけりなきにしもあらず。腰にヒゲ生えたら泣くけどな。すごい。剃ってって今すぐ剃ってて、カミソリプレゼントするからね。グルマありがとう。よろしく。ユウさん。プー。金魚ありがとう。で、嫁の部屋どないしよう。プーティー。3月22日。チューリヒかチューリヒやと思う。チューリヒプーなんさん DU とかで呼んだらいい。ありがとう。チュー君ハートのハートありがとうございます。リちゃん DD でも嫁になれるなれるんだよな。これがありがとう。ユーミちゃんハートありがとう。メイク終わりました。カルちゃんレインボースターありがとう。研究生なんて薄めですよ。ホミダスさんハートありがとう。レシピストやりました。ほんまちょっと法律会に行きますわ。ガンダしますわ。ガンダミツさんありがとうございます。じゃあ、あたぎはそろそろ終わりたいと思います。なんかタワー立ってんな。立ってんな。インちゃん、インちゃんタワーありがとう。ちゃんタコありがとう。見たかった。なんか書いてくる。先輩メンバーに別しないに気をつけます。はい、しないで。3人がしないで。金魚ありがとう。なんかミスラ、こよちゃんの配信任されちゃった。お寿司食べてます。ソルトさん、金魚ありがとう。ミホちゃん、金魚ありがとう。とても好きで、愛して、ほら笑って、なんちゃらだ。一生なんちゃらでいいよ。なんちゃら、なんちゃら、カップル。なんちゃら、ちゃ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 。待って、これ苦重いねんけど。あ、帰ってきた。ありがとう。目指せ、ラブラブラブにカップル。ってやってたよ。ありがとう。一人でビクチャーしてた。終わり。まだ17歳で。懐かしい。ポンちゃん、ヒゲありがとう。推しのヒゲ無理派の同じ人いて、おもろい。やっぱ無理よな、推しのヒゲはちょっと嫌かも。
推しにひげはちょっと解釈違いですからね。解釈不一致、運営との解釈不一致、運営との解釈不一致ですわ。ゆきのお幸せにしてあげてください。当たり前や、俺が幸せにする。りんちゃんタワーありがとう、ありがとう。最上目トシーボーさん、トシーボーさん、マシュマロなのそれ。ちょっと待って、ちょっとほんまにそろそろ終わりますね。ちょっともう一回。あ、さなぎくんや、くまありがとう。ほんまや、マシュマロや。ショールーム初めて、私これキングだと思ってた。ありがとう、ありがとう。マシュマロ、それマシュマロみたいな、ずっと雨って言ってた、さっきまで。私金魚だと思った金魚やばい、よくないかも。レベチおった、ここにダブル。ありがとうございました。こちらこそありがとう。今日の総括、推しのひげは解釈不一致ということで、ありがとうね、よろしくお願いします。ありがタワーです。これ取れた、タワー2本分ありがとう。いや違うで、人によってひげの方が似合うなって人もいるしね。でも推しはって言われるとちょっと上との解釈不一致だなって合ってるような場所。大好きちゃん、ありがとう、ありがとう。みそらちゃんも映ってくれてありがとうね。ラブラブラブリーのカップル、いつもチュッチュッチュッて愛して僕笑ってよくなんちゃら話して一生なんちゃらラブラブでいいよ。それそれ卵いる、卵いらん、卵いらない。サリーズで来てよかった、夜声ファイト、ありがとう、頑張ります。おしまる、ありがとう。お寿司の卵初めて食べた。寒いですね今日は、だからいっぱい踊って温まりたいと思います。シンジカリーさん、ハートありがとう。ナンバライティ公演おめでとうだわ、ありがとう。今日も最初ギフト呼んでなくてごめんなさい、ありがとう。ゆうかちゃん、誰もありがとう。毎回公演で会える人もアンダー出演するたびにくれてありがとう。来週のチカッパとか公演で会える人もみんな楽しみにしてます。もう来週か、チカッパ来週やで、ほんまやばいよね。頑張ります。面白なんだよ、いや面白。それじゃ読みます。13位ミツさん、ありがとう。12位キングキャメロンさん、ありがとう。11位トマトさん、お寿司の卵全然食べないですね。ありがとう。9位日高浩二、ありがとう。メンバーにあげてたからさ。これ何、これハムバラ。7位山ちゃん、ありがとう。6位俊太くん、ありがとう。5位花粉症マーボー、気をつけて花粉症、ありがとう。4位松さん、ありがとう。3位リュウさん、ありがとう。2位タツさん、ありがとう。1位ハッチさん、ありがとう。みんなありがとうございます。すごい15分だけの予定だけど結構しましたね。やっぱ中西山無駄ちゃんの頭へ頭へ大親友 TV ね。大親友 TV かわいすぎ。大親友 TV チャンネルね。夜公演は DMM2 列目、2列目って何？ DMM2 列目って何？これいつも DMM3 列目やで。DMM2 列目って何？そんな家族とかで立て練することはない。ね、猫おるから。どういうこと？3列目ね。猫が1、2ってことね。壁のなんかさ、テレビの真ん前立つやん、猫。いや、めっちゃ立つ。だから私3列目なんね。確かに。いいね。ミスランこれから使おう、DMM8 列目とか、うん、使い、めっちゃおもろい、おもろない、普通に、普通におもろい。夜声も楽しみにしてるよ、ありがとうね。みんなに会えるの楽しみにして、このピーのお祝いもね、楽しみながらね、みんなで盛り上がっちゃいましょうな、うん、今日はほのぴーの生誕祭、レインボーさんありがとう、頑張ります。みんなありがとう。ルームス配信もしたいな、明日しよっかな。気分良すぎるよなちょっと予定決めます。そんな振り回していいもんじゃない予定で決めますおもろい、 DMM のバイポヨ TV です。ね、これちょっと寝てくるわ。バイポヨ TV、 ありがとうございます。首がな、ちょっとルームス配信はちょっと予定決めて、じゃあこた言います。じゃあね、そろそろ男女読みますね。ありがとうございます。なんか今日だけ特別にジュース買おうかなって思ったけど、その辺で会いましょう。明日じゃないわ、またこの後ですね、この後と来週ジュース買おうかなって思ったけど、バイバイ、今日自分で持ってきてるから切ります。それ買います。そう、バイバイ。みそらちゃんバイバイになる。バイバイする。これガリ美味しい。何ドッキリするの？何ドッキリするの？内通者ドッキリと。最悪、何の内通者いるんだろ、内通者ヒロアカ逆ネバじゃないかな。あー逆ネバや、危ないわ。逆ネバの内通者普通に言いそうだっ
最低ノットネタバレ危な普通に言いそうだったでもよくネバー若干予想ついてたけどなうん確かに最初から怪しかったよくネバーってさ、うん、アニメと漫画で終わり方違うってマジ全然違う、うん、もう内容も違う何らかも抜けてるすっぽ抜けてるやっぱアニメはさ短いやん、うん、2クールぐらいしかないからそこで完結させようと思うとあれしかなかった最後さ生きてるってガチそんな言ったらあかんけどなこんな中で前誰が生きてるかこれ中やからじゃそれは言わないけどあの人生きてるってマジ最後で最後生きてるよってか漫画でも生きてたしえ最後って結構重症じゃなかったっけ、うん、えあのえそれは知らんえ知らんでこよりそんな結末はいちょっと終わりますもうネタバレリーダーネタバレリーダー生きてるえってか死んでるくらい元から、うんうん、元から肩から死んでるくらい元から死んでる誰だ誰だ ちょっと待ってちょっととりあえず男女呼ぶわ後でやってもろってやってきたからおもろ確かに後でやったら方がいいこれは13位、ケイタンありがとうございます12位寒いよマル君ありがとうございます11位カナタありがとうございます10位キングキャメロンありがとうございます9位マツさんありがとうございます8位フレンドちゃんありがとうございます7位コニタンありがとうございます6位終わりなき旅ありがとうございます5位チネありがとうございます4位シオチありがとうございます3位ケンさんありがとうございます2位吉村哲也さんありがとうございます1位インちゃんありがとうございますインちゃんタワーもありがとう末吉さんじゃーんここだよねはいありがとうございました見てくれてありがとう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 ではねまたね See you.